こんばんは、はじめまして。えー、お手すきでしたらご相談よろしいでしょうか。面倒でなければ、匿名 LINE でお願いいたします。はい、了解です。体の痛み、あ、から体の悩みか。体の悩みになりますと。現在、過食ートがやめられず、困っていますと。双極性障害で心療内科へ通院していますが、医師にはストレスからの、ストレスからでしょうの一言ですと。えー、過食応答をしてしまう理由はなんとなくですが、気持ち悪いうつ状態の時がひどいと思いますと。 えー、一体この先どうなるか自分でも分かりません何かアドバイスなどあればよろしくお願いしますちなみにおいくつなんですかね現在40独身になりますとお仕事とかはされてらっしゃる現在は事務をしてる会社で例えば何か嫌なことありますまああるかまああるとは思うけど結構その悩みみたいななんかこうストレスってでかいですか特に思い当たることはないなるほどねで私生活でも特にストレスになることはないと 特にはなく、それでも過食オートがひどいのでどうしたらいいか。ちなみにその過食オートっていうのは過去にもこう一定期間あったりしたことがあるんですかそれとも最近になってその過食オートが止まらなくなってっていう。最近始まったことなんですかその過食オートは。もともとあったんですか過食オートの毛は。い,いえ、ここ数、ここのところ数ヶ月前から始まった。どのぐらい過食するんですか例えばですが、ケンタッキーであれば10ピース、例えばコンビニのお弁当であれば5つほど ああ、それ、俺よりすごいね。ケンタッキーはわかるけど、コンビニの弁当5個はさすがに俺も食えんわ。え、それは、食べて、吐いて、食べて吐いてを繰り返してるのそれとも1回で全部食い切っちゃって、それをまとめて吐くの ?1 回に食べる。あ,あ、すごいね、胃の容量外で食べないよ。うん。外で。うん。あのー、一人暮らしですか一人暮らし。ああ、じゃあいいじゃん。え、ちなみに、どこ、どこ済みすかどこ済みすか え、<laughs> その、あの、なんか俺狙いに行ってるとかじゃないんでね。ああ、じゃあ結構都会じゃないですか。そしたら、なんか食べ物屋さんもあるじゃないですか。そう、あの、外で食べましょう。ご飯は。で、帰りにコンビニとかで、あの、コンビニとかマックとか、なんかファーストフード店で食べ物買って帰らないっていう。外でもやってしまうもう、そうか。それをやってるのか。え、ちなみに、あの、すごいセンシティブな話を聞いて申し訳ないんですけど、割と太ってるっすか それとも全然太ってない。普通体型ぐらいですかそれとも痩せ型とかうん。単純にこれあなたのイメージをつきやすくしてるだけです。俺の頭の中で。えめっちゃ軽くないえ、ガリガリじゃん数ヶ月ってことはどんぐらいになってるですか以前は5 0キロほどあったのが過食オートになってからどんどん痩せてしまってる。ああ、なるほど。いや、俺も、でもこの気持ちはね、すげえわかる。ガチ。あのー、俺もさ、ダイエットしたいし痩せたいのよ。そう。 痩せたいんだけど、もうなんか癖で食べちゃうんだよね。そう。食べる以外の選択肢がないんだよねっていう。正直メンタル的にも恵まれてはいると思う。うん。うん、なるほどね。ちなみに、鬱つになった時のきっかけとかってなんかあるんすか趣味は掃除とか洗濯うつのきっかけってなですかきっかけは全く思い当たらない。あー、で、なんかある時なんか最近だるいなっつって、あの、心療内科行ったら打つって診断されたっていうパターン 最初は不眠から始まる。ああ、なるほどね。体のだるさなど、高年期障害のような症状が始まってっていうことね。それがきっかけで病院診察してみたら、うつうつ病ですよっ、つって言われたってことね。でも、はいはい。寂しさなどが原因なのかなとはなんとなく思ってる。なるほどね。おそらく、多分、結構割と、どっちかっていうと潔癖寄りじゃないですか。その通りです。ってことですよね。 夜中でも気になる箇所があると朝まで完全に綺麗にしないと気が済まず。ああ、なるほどね。ああ、そっち系か。自分でも異常だと思ってる。打つっていうよりも脅迫性の方がちょっと強いかなってなんとなく思ったんだけど。でもそれこそ一個じゃあまず試してほしいのは僕毎日動画3本ずつアップしてるじゃないですか。か結構1日の中の時間。 結構潰せるような気がするんですよね。だから、俺の動画を見ながら、あの、仕事帰りとか、なんか、こう、外に出たタイミングで、食べ物をたくさん買いすぎないように、外に出てるとき、ずっと俺の YouTube 聞いといてください。で、それで、ああ、今、プー、プー聞いてるわ。あダメだ。こいつ、こいつがなんかガタガタ言ってくるから、だからちょっとこれで、買わないようにしなきゃ。っていう意識に変えるっていう。変な話、僕いつも、レッドブルーを飲むんですよ。 でも、レッドブル飲んだ直後が即座に寝ちゃうんですよ。だからレッドブルって、あの、本当は元気になるなんてことないんですよ。でも、気合い入れなきゃなっていう仕事の日とか、朝俺レッドブル飲むのね。なんでかっていうと、あの、自分のやる気スイッチを具現化してるんですよ。あの、俺意思弱いんで、自分のやる気スイッチっていうのを目で見てわかる、具現化してるだけの話なんですよ。 単純に。頭の、それ、それが意志が強い人だったら、頭の中だけで、あの、スイッチングできるんですけど、はい。あの物事スイッチングできるんですけど、あのー、俺みたいに意志が弱いと、あのー、そのスイッチングが上手にできないんですよ。そう。で、そのレッドブルーを飲んだんだから、今日は頑張れるっていう、自己暗示をかけてるんですよね。自分を騙すためのスイッチなんですよ。そう。だからその、レッドブルーを飲むことによって、 本当に元気が出るわけではないけど、レッドブル飲んだんだから今日の俺は大丈夫って自分に言い聞かせるっていうか自分を騙すっていうか、そのスイッチを、その頭の中に普段あるそのやる気をオンオフするっていうスイッチを単純に具現化してあげればいいっていう。で、そのあなたにとっての具現化するそのスイッチ、これ、あ、これ買っちゃダメだっていうスイッチを、あの、何か別のものに。だから別に俺の配信じゃなくてもいいです。 別に、あのー、何でもいいんですけど、じゃあ例えば、あの、自分の財布に、あのー、なんか、キーホルダーでもつけておくみたいな。で、そのキーホルダーが目に入った瞬間に、ああ、これダメだっていう。その、何かその自分の、これをやっちゃダメだとか、これをやらなきゃっていうスイッチを目に見えるところに置いておく。で、それが目に入った瞬間に、ああ、って、こう、 思えるようなものを作る。まず一個それでやってみたらどうかなって思うんですけどね。まずそこからちょっと始めてみて、それでちょっと良くなる、なるかならないか。まあちょっと数日か、まあ何週間か。<laughs> 試していただいて。うん。で、それでちょっとやってみたらどうすかねっていう。キーホルダーなどを使って、その都度、プーさんからいただいたアドバイスを思い出すように頭に叩き込むようにします。そうっすね。それやってみてください。で、それでダメだったら、またちょっと、あの、次の対策を考えるんで、また、あの、LINE 送ってくれれば、それで相談に乗りますんで、はい。っていうことですかね。